それでは出演団体の皆様、舞台の方へどうぞお集まりください。どうぞどうぞ、はい、どうぞお集まりください。大変お待たせいたしました、第5回目の全日本獅子舞フェスティバル、ただいまから開始したいと思います、本日はですね、雨の中、遠くからお越しくださいまして皆様ありがとうございます、今年はですね、青森県の平川市、それから埼玉県の行田市新球場、それから地元小吹の笹原姉妹、それから南小郷土文化研究クラブ、東京さぬき姉妹、そして、神戸生田神社の誕生獅子と、いうこと、それから尺八の国見正之助先生による、鶴の巣ごもりの演奏と解説、こういう豪華なメニューで、始めたいと思います。それでは本日小島卓市長様の代理として、野口仁副市長様、お見えになっておりますので一言ご挨拶を頂戴したいと思います。野口副市長様、どうぞ壇上にお願いいたします。改めましてこんにちは。ただいま高橋館長さんからご紹介をいただきました白岡市副市長の野口と申します。今日はですね、雨模様ですけれどもね、全国から大勢の方白岡市においでいただきまして誠にありがとうございます。第5回目の獅子舞フェスティバル白岡ということで、今日はですね、白岡市横島市長にご案内いただいたんですけれども、いろいろお市内行事ございまして、そちらに出向いている関係で私ご挨拶をさせていただきたいと思います。高橋館長さんはですね、地元に獅子博物館というものを設けまして、もう30年を超える年月の中でですね、白岡市民をはじめ大勢の皆さんに全国各地、あるいは世界各地ですね、素晴らしい獅子を展示されている方でございます。私もお付き合い30年を超えるわけでございますが、いろいろですね、日々市政運営をする中にあってもいろんなご指導をいただいている方でございまして、今日は自ら司会も務められてですね、この会の催しに開催に向けて大な尽力をされた方でございます。申し上げるまでもなくですね、人生を歩む中で、日々いろんなお仕事をされたり、あるいは家庭の中でいろんなこう課題をそれぞれねお持ちだと思います。そうした中にあって、ね、あるひとときをこうした全国各地の素晴らしい獅子舞を目の前で肌で感じてですね、拝見できるということは非常にありがたいなというふうに思っております。どうか今日はね、全国各地から素晴らしい面々がお集まりでございます。また地元の笹原姉妹、子どもたちですね、南小学校の郷土の研究クラブがありましてね、その子どもたちが時代に向けてこう先輩方から引き継ぎを受けるという心意気、そのね姿もぜひご覧いただきたいと思っておりま
ております。白岡の唯一のですね、文化財、民族文化財ということになってますけれども、ぜひ皆さんの中にもご覧いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。そういうことを申し上げまして、話長くなりますけれども、本日ですね、白岡市においでいただいて、まあ、首都圏40キロ圏でございます。5万2400人ほどの市でございます。どうぞこのね、白岡という風土といいますかね、空気に触れていただいて、このひとときをお楽しみいただければありがたいというふうに思っています。以上簡単でございますけれども、お祝いのご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。野口区長様、ご挨拶ありがとうございました。実は埼玉県知事の小野元裕知事からですね、メッセージが届いておりまして、ちょっと自分で読むのはちょっと恥ずかしいもんですから、ちょっと陰で、読んでいただきます。はい、それではご紹介いたします。市史博物館館長高橋雄一様、第5回全日本獅子舞フェスティバル白岡19のご盛会を皆様と共に心からお喜び申し上げます。このフェスティバルは獅子舞文化の普及と発展に力を注ぐ獅子博物館高橋雄一館長の熱い思いが込められた獅子舞の普及のための大切なイベントです。今回も全国からたくさんの団体が広域に集結され、それぞれの地域に伝わる独自の芝居を披露してくださいます。獅子舞は全国各地で独自の形が作り上げられており、そのバリエーションは多岐にわたります。皆様には地域ごとに特色のある素晴らしい芝居の演舞をお楽しみください。結びに全国各地の芝居文化がしっかりと伝承され、普及発展していきますよう、合わせて獅子博物館の門もますますの発展と、ご関係の皆様のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます。令和元年11月24日、埼玉県知事、大野元裕、以上を求めます。ということでございました。それではですね、本日ご来賓が、いらっしゃっておりますので、ご紹介申し上げます。白岡市教育委員会教育長の長島秀夫様です。おめでとうございます。白岡市立南小学校校長、辻文明先生です。はい、どうぞよろしくお願いします。白岡市立南中学校吉野孝夫先生です。申し遅れましたが、この催しは、白岡市教育委員会様と、それから公益社団法人全日本郷土芸能協会、それから芸能学会の講演をいただき、また白岡市観光協会のご協賛をいただいております。それでは、早速演舞に移りたいと思います。それでは会場の壇上の皆様、一回まずご退場をお願いしたいと思います。最初はですね、小吹笹良姉妹保存会のご指導を受けております、南小学校共同文化研究クラブの
児童の皆様です。5年生と6年生の2回演舞があります。獅子頭はかぶらずに素面で行っておりますので、どうぞご覧ください。はい、では、演舞お願いいたします。
A 組の演舞でした。次はB 組の演舞がございます。A 組が6年生、B 組が5年生ということになっております。Thank you.
まして感謝状の贈呈を行います。南小学校最初にですね、6年生の方から話がありましたが、これクラブ活動ということで、週に1回、まあ、月3回程度ですね、松原さんに指導いただきながら、4年生以上の子どもたちが、練習に励んでいるところです。クラブ活動として34年前からずっと取り組んでいるということで、この笹原獅子舞はもちろんなんですが、クラブ活動も今後続けながら、この白岡市に引き継がれます、この伝統文化をですね、今後も守り続けていきたいというふうに思います。今後もご支援いただければありがたいと思います。頑張った子どもたちに、また拍手をいただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。金正恩先生、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。こんにちは。
誕生寺市保存会の紀藤と申します。本日よろしくお願いいたします。私はご縁がありまして、高橋館長さんから、東京讃岐姉妹さんをご紹介いただきました。で本日は、私が東京讃岐姉妹さんの解説を担当させていただき、で、本日トリをします。私たちの演舞に、東京讃岐姉妹さんたちも、ご登場、一緒に演舞させていただきたいと思います。ではまず最初に今日はこれから、加賀東京讃岐姉妹さんの演舞をご覧いただきますが、加賀といえば獅子舞がとても盛んなところです。こちら香川県の三木町の田中雷槌八幡神社宮尾氏子中に伝わるボタン崩しという演目になります。この演目はですね、若い獅子がお山から降りてきて町に来て、そして毛繕いをしたり、ご飯を食べたり、お酒を飲んだり、気持ちよくなって最後は勇壮に舞うというストーリーになっています。はい、前説はこれぐらいにしまして、ご準備はよろしいでしょうか。はい、それでは宮尾氏子中のボタン崩しお願いします。Thank you.
去年はですね、当獅子博物館にあります衣装を立てて、それを使ってやっていただいたんですが、今日は、東京三崎島のオリジナル、大島の豊かということで、弓がちょっとね、まだ鐘の音が頭の中で鳴っている香川県の方行くと秋祭りでこういうのがもうあっちでもこっちでも鐘がカン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 鳴っているというようなそういうところなんですね。その隼人君の頭は自分で作ったのかな、ね、安田さんのね、この隼人君というのがこの東京讃岐姉妹にはなくてはならない、ねやはりこのくらいからね、どんどんやってるのがいいんじゃないかと思いますが、頭はですね、今日会場に来ております船橋からお越しの安田進さん、がですね、ご指導になりまして、作って来られたということなんです。安田さん、ちょっとどこにいらっしゃいますか。あ、ね、石垣からはですね、なられていろんな頭を作られます、いろいろご指導もしてくださいますので、作りたいという方はぜひ、お話ししてください。今回ですね、この二神社と反転してこられる紀藤隼人様、今日フィナーレで最後の演舞をされる誕生地震の紀藤さんがこの解説に入っていただいて、一味も二味も違った演舞を拝見することができました。それでは、代表の中川歩様に感謝状を贈呈いたします。感謝状、姉妹応援団代表中川歩様、昨年の第4回全日本姉妹フェスティバル白岡18に続き、今回の第5回に東京讃岐姉妹を有志とともに積極的にご参加くださいましたことに敬意を表すとともに、今回ご参加の誕生樹脂へのご参加助力をいただき、誕生樹脂の、第5回への参加をご納得してくださいましたことに深く感謝申し上げます。さらに東京讃岐姉妹の演舞の内容の解説役として誕生樹脂保存会の協力を得て、東京讃岐姉妹の演舞をより深く理解できることになったことは大きな成果と言えます。この両者の協力関係から姉妹の継承と発展に大きなヒントが得られたことは貴重な功績であります。よってこれを称え感謝状を贈呈します。令和元年11月24日獅子博物館館長から。このような機会をいただきまして本当にありがとうございます。演舞中に思わぬトラブルで伝統工芸品の眉毛のポンポンが取れるというあと顔つけも剥がれるというハプニングに見舞われましたが今回初めて、前回には出られなくて出てなかったんですけど、早く小学校1年生の子供の子さんからと思いましたし、早く君の獅子頭がなくて本番に出られないのを安田さんのご協力で獅子頭も間に合うことができました。さらに紀藤さんのおかげで皆様にただ見てるだけだと内容がよくわからない演舞を解説していただくことで、こういうことを表現してるんだっていうのが見ていただけたかなと思います。本当にいい機会といい場所ありがとうございました。ありがとうございました。東京讃岐姉妹さんは一番最後の誕生樹脂の講義もご参加くださいます。非常に楽しい姉妹を、今日のプログラム最後でご覧いただきます。どうぞ最後まで皆さん、お楽しみいただきたいと思います。それでは
ありがとうございました。
それをですね、非常に詳しく調査されて、動画を中心に今記録をし、そして写真をということでございます。で、この本は500部作成されて、三重県内の図書館等にご寄贈されているということで、なかなかこちらの方で目にくれることはちょっと少ないかと思うんですが、その一部をですね、白板の一番右側に抜粋をですね、掲載しております。で、こちらにですね、一番写真、上の真ん中に、鳥居和樹様のお姿があります。それから、右下の部分に、QR コードがこの本には付けてある。これをご覧になると動画が見られるという、非常にすごいサービスがされております。そのお亡くなりになった後の発行ということで、奥様が大変な、ご努力、ご家族も大変なご努力をされたと思います。そんなことで、まずは獅子博物館賞の贈呈というのを行われます。はい、どうぞ。獅子博物館賞服部克之様、あなたは平成18年頃から14年間にわたり、三重県内の200カ所に及ぶほぼ全ての獅子舞の記録撮影に取り組まれ、考察を加えたその成果を当初の計画通り平成31年4月に三重県の獅子舞として自費発行されました。惜しくも発行の直前に他界なされましたが、このご著作により日本の獅子舞文化の基礎をなす重要な一角である三重県における獅子舞文化の概要が明白となり、我が国の獅子舞の形成過程の一端が明らかとなりました。この研究成果は獅子舞文化研究の上で大変重要な業績であるとともに、全国の研究者、研究機関および獅子舞伝承者、工芸家などにとっての偉大な範であります。よってこれをたたえ、第13回獅子博物館賞を贈呈し、令和元年11月24日、獅子博物館館長の高橋博一。奥様としては大変なご苦労がおありだったんじゃないかと思いますが、いかがですか。主人はずっとサラリーマンをしていまして、定年退職になってから、何をしようかということでこの獅子のおっかけを始めたんですけれども、このようにね、本まで出版するとは夢にも思いませんでしたし、家族のものもね、あまり、協力ははっきり言ってできなかったんですけれども、自分でいろいろ考えながら、本当にね、朝、夜中が、私たちが知らないうちに出て行って、遠くまで三重県の橋まで 走っては、寝袋を持って走っていきましたけれども、本当にね、亡くなりましたけれども、このような形で、ものが残ったし、皆さんにもちょっと知っていただけたしということで、主人としては大変喜んでいると思います。それで今前列でビデオを一生懸命撮っていただいている方いらっしゃるんですけれども、生前の主人そのもので私もちょっとね胸が熱くなっております。本当に皆さんどうもありがとうございます。会長さんどうもありがとうございます。この本はですね、私たちもこういう風に形にしたいと、おそらく誰しも思ってるんじゃないか。それを見事にやり遂げた、そういう業績でございます。本当に素晴らしいお仕事をされた。遠くからどうもありがとうございました。
ですね、これでもって、午前の部をとりあえず、終了させていただきまして、午後は1時から、小吹きのささらし姉妹から始めさせていただきたいと思います。お昼休憩とさせていただきます。どうぞ。